入ったぞ。何やらお社。おっそすスピリットティー、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、間もなく2年目の春も近づいているところでございますが、残りの精霊は4体ってことで、前回からね、ちょっと出土品の穴掘りバウバウ、それをちょっとやって始めてきているところではあるんですが、ペーサー、この間はとても楽しい時間を過ごすと、あなたが来てくれてこの街にも新しい風が吹いたように思える。あなたも穏やかなこの街を気に入ってくれますように。またいつでも誘ってね。なんかあれかな、仲良くなったらこの手紙をくれる人とかがいたりするってことなんかな。ってことで、なんかさっきカランカラン変な音してたのがちょっと気にはなるんですが、とりあえず前回この辺の出土品、とりあえず A になってるタイプのやつを中心にある程度さばき始めたんですが、まだまだどうやらこの文字タイプのやつやねがちょこちょこあるので、まあその辺ちょっぴりやっていけたらなと思うんですが、思ったよりも地図がまだまだ足りない。もっと多分地図があるっぽいので、そのあたりの地図を探していきたいんですが、店売りだけじゃなさそうなのよね。ヤンさんはどこや。ヤンさんおらんな、朝やからまだおらんか。みんな店売りだけじゃない場合、どうやって残りを探していけばいいんかなっていうところなんですけど、なんかこのキノコ気になるしとっとこう。多分このやつやと思うけど、あなたはキムか。ヤッホー、元気やろね。この前君にあげたくてこれ買ったの。心配しないで、セール品だから全然高いものじゃない。気に入ってくれるといいけど。なんかもろたけど、ちょっと見えてない、ふかふかの椅子。ってことは、ってことか、溜まったってことか。うふふじゃないの。虫取り系か。発掘系をとりあえず今日も探していきたいね。7時になりました。これで起き始める人が多分出てくると思うんやけど、建造は、あ、宝探しいけるね。よし、なんか、あ、ほらこれなんだけどさ、この手がかりの謎を解くべきだと思うんだよな。あー、こういう感じで、やっぱ仲良くなったらもらえんのか。何中心でもらえんやろな。とりあえずもろたんで穴掘り、そこからまずはやっていこうかなと思います。店売りがやってくれたら一番なんやけど、店売りが最近起こらへんってことはどうなんかな。季節によって売る地図があるとか、そんなことあるか。さすがにそれはないよね。さあ、合ってるかどうか分かりませんけど、これ侵略者はこの地に風のように現れて町を襲い、寺も焼いた。生活がめちゃくちゃになって精霊たちも戸惑っているかもしれない。村の北にある山に神聖な書物の一冊を隠しておいた。静かな山頂が敵に荒らされないといいけど、ってことなんで山頂までやってまいりましたよと。アメリアさんが、あ、もう変なところにハート出てくるやつや、あるあるなやつや。あ、リーも一緒にかぶっておるわ。ってことで山頂のこの辺におら来ました。だいぶ精霊辞典集まってきたんじゃない？さっきのやつ合ってたね。ちゃんと亀マーク見つかりましたというところでございます。
で、まだちょこちょこ見つけてないのが地図のやつでも、これさっきもらったってことかな。で、気になるのは次はこれ、滝のそばで本が浮いてるのを見つけた。黄金色の草の上、太古の精霊について書かれているようだから廃墟のそばに置いておこう。長い間精霊のことは考えてなかったな。廃墟のそば言うてるから、多分ここなんじゃないかなと思って、まあ掘ってみましょう。この辺、あ、出た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 。もう意外と出えへんからちょっと焦ったやん。おっ、飛躍の書、秋精霊向けか。春精霊向けのやつだけ俺まだ取ってへんのかな。とりあえずこれでまた地図見つけれた。これじゃない、さっきのやつはどれやったっけ。これか、合ってたね。いけました。これで俺が持ってるのはほぼほぼ亀マークがこれでついちゃったな。あとはこれか。よし、これ探しに行くぞ。あ、ケンゾー旅立たれました。ほんでもってあの一箇所をちょっと探すのむずそうなんですけど、まあちょっと一旦戻りましょうか。ほんでもって地図、あと残りの地図をどうやって見つけるかやな。ちょっと時間も進めつつな感じなのかな。建造また地図くれたりせえへんかな。せえへんな。おにぎり買っといたるわ。そしたらくれるとかそういうわけでもない。どうしましょう。仲良くはなってってるけど、あ、発掘。リンさんは、あ、リンに山が、あ、リンくれた。リンとは俺穴掘り行ったことあんやったっけ。お誘いしてたら行けるってことなんかな。リンがくれた新しいやつは、これはなんかわかりやすそう。カエルとあれやな、網やな多分な。だからもう多分なんとなく俺場所は推察できたけど、これやろカエル。で、この網網の場所じゃないの？こっちの方がちょっと簡単かも。おお、そこ出てきた。何やこれ。また人形系か。お寿司の工芸品。なんか工芸品がちょこちょこ手に入るようになってきたし、なんか関係あるんかもな。いいよ、いいペースで急に見つかり出しました。これで今手持ちのやつでは、あとこれか。うん、それ以外は一旦見つかってるし、よし、探しに行きましょう。この辺かな。木の感じでここやな。おい、来ました。これでハートも増えて、あとはだから結局民芸品もらいつつ、民芸品じゃない、古代の地図もらいつつ、心眼で見つかるタイプのやつがまだちょこちょこあるっぽいから、それ探しつつと、ちょっと冬はきついけど、あとは鳥のやつか。
鳥がふん落として見つかるタイプのやつと、それらが行ければもうちょっと見つかんのかな。ヤンさんもなんか地図くれたりせえへんかな。野鳥ハイキングへ行きたいものです。お経を唱えている。これまであんまりそういうのに会う機会もなかったでしょう。今用事がありまして。なんとなく一緒に発掘行ってくれてる子たちが地図をくれている感じっぽいけど、まだまだ見つからんな。こう思うとやっぱ土日やからこんだけ付き合ってくれてる感じっぽいよね。フェイさんは一人でいたい気分。土日でも見つからない人がちょこちょこいんのよな。こういう場所気になるよね。なんもねえか。鳥がいてくれたら一番楽なんやろうけどな。穴掘りじゃなくて虫、あ、とかいった。でもってここ、あ、ちょっと待って、なんかさ、ろうそくが3つついてるよね。あと1個で開くっぽいぞ。なんかこの辺の民芸品が関係してるとかないとか。こっちはどうだ。ほらリス、あー、こっちもほら、あと一個っぽいな。民芸品で開くっぽいぞ。出土品で開くっぽいけど、そうなると地図をやっぱ見つけなあかんから、この辺の一緒に発掘行ってくれる人系と仲良くなりつつ、地図もらえるまでちょっと頑張るしかないっぽいね。やるべきことは、とりあえず仲良くなりつつ発掘行きつつ、問題児くんなんじゃこれ。トビーも発掘行く系じゃなかったっけ。はっ、違うな。こいつらと仲良くならなあかんな。またね。あ、鳥いた。前と違うとこ行けよな。毎回これ飛ぶ場所ランダムなんか、これ鳥。結構この鳥がすげえ。落とした。これは助かる。今回行きやすかった。やったぜ。でもってハートもたまった。お出ましね。今日はどうしたの。あ、リンはじゃあこれでマックスだね。手伝う。こんな機会めったにないもの。絶対やるよ。水を話してくれてありがとう。やっぱりね、何か隠し事してる。隠し事って、あの娘は本当に変わっておるな。これでじゃあリンちゃんオッケーやね。マックスなったってことよね。発掘は大変やけど、1回で伸びる量がでかいよね。結構満タンになってきたけど、あと誰を狙っていけばいいのか。とりあえずまあ発掘一緒に行ってくれるタイプはなるべく捕まえた方がええやろから、さっきのメンバーたち、一人でいたいやつばっかりか。他のメンバーを捕まえなきゃだな。それがまず大変やな。フェイさん、フェイさんが動いた。今やったら暇なんじゃない。おい、待って待って、念といてや。まだ3時やで。3時、風呂入んのか。今一人でいたい気分。すいません、お風呂入ろうとしたもんな。空悪かったわ。
発掘行ってくれる系ヤンさんはもうマックスなったんやんな、確かな。ヤンさんはマックスなってるな。やけど地図を多分ヤンさんからあんまもろてへん気がすんやけどな。それともめっちゃ前にもらってたんやったっけ。アメリアさん、何か食べに行かない？温泉。発掘系の人探してるんです。ヤンとエリック。エリックは調子はどいです。新入り君、たまに休んだ方がいいよ。飲みカラオケやもんな、お前は。聞きたいこと、あ、まだいける。ん？何回か行かなあかんのかな。呼ぶだけ読んで。あ、もらえたわ。発掘に行かないって誘うだけでいいのかな。じゃあもういい。もういい。で、もう一回発掘に行かないって言ったら、ああ、そういうことや。誘いまくればいいんや。で、ある程度誘ってもらえなくなったら全部もらえたってことやな。よっしゃ、やり方わかりました。前はオッケー、発掘いける。行こうじゃないか。何も手がかりないのか任せとけって、そういうことやね。で、飛びで遊ぶのやめる。もう一回誘う。発掘行こうぜ。手がかりないのか。ああ、そういうことや。発掘行く系を仲良しのあれじゃないんやね。 OK、 これでじゃあ一旦発掘に専念すればいいな。地図の集め方分かったのでかいね。ここかな。怪しいのはコレクション、いや、ちょっとちゃうか。別のお社かもやな。こっちじゃない。ああ、もう飛んでくんのやめて。こっちの方がっぽいな。ああだね、お地蔵さんもここにあるし。よし、多分来た。ここ、はい、どうだ、次行くぞ。次はこれ。これ結構むずいわ。やけど多分ここやね。このキノコみたいな、あれ違う、あれあれ違うな、あれ、ここら辺かと思ったんですが、あった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 、危ねえぜ。で、漫画は好きか。漫画やるよ。こいつらから漫画とかもらえるけど、やっぱ工芸品とか民芸品見つけるのは出土品ホリホリっぽいな。で、さっきの地図に映ってたのが多分これってことだよね。おもろい。次はこれ。これも竹林があって川があってみたいなイメージやから、こっちのあれやね、竹林があって適当にその辺ほっとけばいけそうな気がせんでもないんですが、はい、出てくるもの一発。いいね。次はこれいきます。これも竹林があって木があってやから、この辺っぽいんですが、
これのどこにあるかっていうのは多分適当に掘っていかないと。ちょっとまあもう来んなバカだれ。あ、おい、ダン、あ、お前がホールケースもあるの。ダンって誰やねん。俺のこと言ってるのか。この辺どこ、ここに何かあるぞって言ってたよね。あーもう掘ってるわあーしかも飛躍の章ナイス。やけどこいつのハート増えてなくなかった。なんか今日はなんだかおかしくてたまらないわ。ミコさんとかもなんか発掘行ってくれるタイプじゃなかったっけ。まあ、とりあえずトミーじゃない、トビーのあれがまだマックスなってないから仲良し度が。なのでまだこいつでやっていく感じでいいでしょう。見つかってるよ。次は文字タイプか。いや一旦手持ち全部いけたか。まただな、全部いけちゃったっぽいな。ダメだ、こうなるとお前バイバイで、他に発掘行ってくれる組で、ミコさん、あなたは忙しいか。発掘行ってくれる系からとりあえず地図もらいまくるしかないな。どこや。夜7時はやっぱまだなんかな。ごめんなさいね、見つけなあかんな暇な時間を。さすがにあれ暇そうにしてんじゃない。飯のみんなここで、昨日はぐっすり眠れたんだ。オッケー、発掘よし来た。でバイバイ。あれどっか行った。家戻ってる。バイバイって言ったら大体その場にいてくれるんじゃないの。なんでフェイさんだけ戻ってんだよ。あー出てきた。フェイさん発掘行かない。でオッケー、でバイバイ。そしたらまた家帰ってるパターンか。出てきた。おい発掘行かない。よしこれでフェイの地図も一通りゲットできたってことやな。フェイさんからもらった地図がまずは多分これで、多分左のあれがベンチっぽいから、この辺とか。はい、やう、次はこれ。これも多分この鳥居をくぐってで、こっちの方の冬やから分かりにくいよな。木があるエリア、あーやっぱほらろうそく、あと一個っぽいよね。多分この辺。おい俺が見つける。フェイには見つけたい。俺が見つけたでいいのかい。それはあれ、飛躍の書すべての季節、何それ。ちょっとまたちゃうんかな。種入り袋もやけどまだろうそくついてないから、あとは誰や。まだ多分古代の地図をくれる人がいると思うんだが、でもって一旦あれやね。あ、とても疲れている。眠っていけるかな。あれ取りに行かなあかんな。せか土曜日やん今日。2、3、4、
5時間ぐらい寝て回復する？うん、いっぱい捕まった、発掘行った。5時間で一応回復してるな。今日のこの土深夜に、あそこのあれがあるんじゃなかったっけ。この辺からオスチャリンコ乗ったまま行けてる？行けてる。あれまだか、しばらくしたら来るかな。来た。えい、待ってたで。また来てくれたんだね。こいつの、ああそうや、ほら。なんでもこれも、あ、買ってるわ。あれ、全部買って持てる。あれ、こいつって店売りランダムなん？それともあれかい？あそこの日替わりでマジで古代の地図出るまで粘らなあかんのかな。とりあえずこれで今できることはちょっとなくなったし、ちょっとその辺見ていくか。どうだ？売ってくれたりするか？あ、ハートが。ちょうど溜まった。8% 割引券。そんなのがあったんだね。もっと早く仲良くなっといたらよかった。でもって売ってくれへんなぁ。この辺の絵買わなあかんとか、こういう。一個しか売ってなさそうなタイプのやつ。ちょっと買ってみるか、適当に。ただ、結構いい値段するよね。カーペット。壁紙。もうでも猫のハープはちょっと高すぎる。こんなもんでいいか。あとはまた時間経ってって感じかい。ミコさんも発掘組やった気がすんやけど、飯作ってたな。あ、さすがに忙しそう。こんにちは。朝と夕飯の後なら手が空いてます。朝やけどな。いつ本を書いておるんだ。9時までちょっと待ってみる。9時なってみて無理やったらまた別の時間にちょっと来なあかんな。夜って夕飯の後。まあでもこうやって相変わらず9時になりました。無理でした。みんなの生活リズム狙っていくってちょっと面白いね、やっぱね。前は発掘組やったっけ。あ、発掘に行きたい。ほらね、そういうと思った。お、ナイス。リンもまだやったか。じゃあこのままリンを、危ない危ない危ない、リンを捕まえて捕まえて発掘で手がかりないみたいに。オッケー。でバイバイやけど、さすがに2枚ぐらいしかだいたいもらえへんよね。あ、まだもらえる。めっちゃくれるやん。発掘いく。あ、オッケーオッケーオッケー。これでじゃあ一通り手に入ったね。サンキュー。こういう言葉系むずいよね。笹の茎をむしって水を飲みたくなる。水の近くでしょ。自然は美しいけど多くの秘密を隠している。木の影は秘密を見るにはぴったりの場所。
合ってるかな。この辺が、あ、ハート増えたな。あれ、すでに掘り出してたとか。いや、ここじゃねえのか。あ、この言葉系がちょっとね、海外サイトとか見てても全く違うからさ、これは違うやつやな。違うな。あとは見つけてないのはこれとこれか。誰にも見つからないところに隠した3つのトンネル。あれ3枚もらわへんかったっけ。俺2枚しかマークついてないのないよね。なんかじゃあ今さっきの惚れてたのか。バグとかなしよ。どうやらこの辺バンの上のここか。あれ違うな。あ？この辺。あれ？あ？あれ？出てこんな。あ、出てきた出てきた出てきた。結構精度いるやつ？でもただの精霊辞典やったな。今さっきのが、夏をなんか言うてるやつ。これか。夏は大好きだってやつか。が、今さっきのやったっぽい。で、これで、あと一個が、これやねんな。寺から神聖な書物を男なして、山の洞窟の中。扉入らなあかんのかな。トンネルって多分ここやと思うんやけど。あ、カボチャできてる。ゲッチュ。ここって入れへんよね。びっくりした。ちょっとなんか行けんのか思った。なんか行く方法ないよな。行くとしたら、え、3つのトンネルつってたな。でもな、いやー、ここは多分これがあかんと入れへんってことよな。とりあえず発掘頑張っていくしかないかな。発掘行ってくれるメンバーを探す必要があるんだが、ミコさんとかじゃなかったっけ。とりあえず今はまだダメなのね。すっかり夜になりましたが、あれ、今ならどうだ。さすがにこんな時間に呼び出すなんてか。ミコさん、ああ無理か。いつになればミコさん暇になんにゃ。ちょっと時間経ちすぎたかな。朝8時。アメリアさんがこん時はでも店番してんやんな。でもって古代の地図はやっぱないで。もう、あれってことはやっぱりあのなんだ、秘密のお店みたいな、あっち
ちでなんとかするしかないんかな。あとまだ14個ぐらい出土品あるんでしょう。単純にあれか、鳥やったり、あの心眼のやつ、あれ使ってあとは見つける感じってことかな。じゃないともう見つからんぞ。で、ミコさん早起きね、ちゃんと休むのです。あ、発掘来た。あ、来た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 。よし、でどっか行け。あー、ほんまにどっか行った。違う、そうじゃなくてここにお参りしに来てんのか。多分来た。待て、発掘行かない。よし、来た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 。でさよなら。するとまたしても急に現れた。発掘、あー、ガンガン見つかったよ。いいよ、バイバイ。もう大丈夫やろ。あー、来た。発掘、オッケー。一通りもらえてるっぽいね。じゃあミコさんはマックスやから大丈夫やな。建造は、あ、建造は宝探しは、あ、もう一通りもらえてはいるのね。よし、じゃあ残り探しに行くぞ。健三さんすぐどっか行ったから、フェイさんどっか一緒に行けませんか。忙しいよね。一人で行くしかないかな。さあ、これを目指してやってきてるわけですが、多分ここら辺っぽい。似たような木大量にあるからめっちゃムズなんですけど。あったー、ナイス。次がこれ。これも角度が多分違うっぽいね。これか、これと木のこの辺。あー、ムズすぎるやろ。で、今持ってる地図としてはあとはこれぐらい。これむずいな。この辺らしいぞ。ここっぽいぞ。来た。あ、これはもしかして狐の工芸品揃ったんじゃない。これもしかして入れんじゃない。どうだい、光ってる。いける？あ、入れた。入ったぞ。これがあれちゃん、トンネルの言うてたやつ。中？だからこれでようやくさっき一個だけ、今さっきのやつやんな多分な。いやー、よう見つけたな、こんなにな。自力じゃ無理だな。どこやったっけ、これか。三つのトンネルが合流する山の洞窟、こういうことやろ。いや、暗だからここや。ほら、しゃ、なんか取れた。見知らぬキノコも、光るキノコ。ここチャリンコで入れへんのかな。ついに入れましたよ。あ、チャリンコ無理なんや。やったぜ、新エリアだ。なんかあんのかな。これこっち行ったら多分だね、こっち側に抜けるってことや。へいへい。ちょ、暗すぎ問題。懐中電灯つけたろ。うん、あんま意味ない。入ったぞ。お、
何やらお社、鍵は閉まっている。開ける前にやるべきことがあるのかも。おお、新お社見つけましたけど、どうやらここをなんかしていくにはどうなんかな、合ってんのかな。あとは多分大精霊を満足させたりとかそういう系っぽいんやけど、まずは一旦残りの精霊を見つけることをやっていかなきゃいけないんじゃないかな。まずはそんな気がします。ということで、もうすぐ全精霊集まるんじゃないかなと思うんですが、多分2年目の春とかに入っていく必要があると思うので、あとはお社のお供え物やね、この辺り全部完了して全精霊、うん、全精霊、うん、出せるように引き続き頑張っていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。